はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015金本智明サムライ道パート15かな、やっていきたいと思います。でね、今回がヤクルト戦となっております。ここだね、14、15、16でね、8月の半ばですね。もうね、公式戦もそろそろ佳境に入ってくる、まあ、これいつも言ってる気しますけども。で、今のねチーム順位がこんな感じです。15ゲーム差離されての3位。まあまあ、おそらく CS にはいけるんじゃないかなと思っております。今のチーム成績じゃなくて個人成績はこんな感じ。3割9分2厘でホームランは35本、打点が93となってます。ちょっとね、打ちあぐねました、特にドラゴンズ戦の11、12は試合は勝ってるんですけどね、ノーヒットやったんじゃないかな。結構大変ではありましたね。で、難易度はね、あら、パーフェクトまで下がっちゃったね。92のパーフェクトでございます。ということでね、今回も頑張ってやっていきましょう。おっと、神宮ですか。神宮でのヤクルトの勝率ってすごいからね、7割超えてたもんね。まあまあ、ゲームでは関係ないですけど、強いからね、ゲーム中のヤクルトの方がね、本当の方が来るというよりも。まあ相手が石川投手ことで、そこまで苦手にはしてないですけども、確実にアップデート入って強くはなってますから。まあ、一ついい情報としては、スピリッツではなくパーフェクトっていうのがありがたいかなと。まだ打ちやすいんじゃないかな。まあでも、あまりにも難易度が下げてしまうっていうのもちょっと面白くないしね。まあ、なんとかこの辺で数発ポンポンと打てるといいですね。さあ、打率は高いよね。いい打率残してるんじゃないかなと思います。よいしょ。やっぱりやってみての感想っていうのかね、はやっぱり僕、右バッターの方が得意なんだろうなって思うのはちょいちょい思います。そのギータとかね、あの辺は能力が高すぎたから打てるっていうのはありますけど、やっぱり右バッターの方が僕自身は好きなんだろうなってなんか思ったりしますね。左バッターの方が得意としては多分多いと思うんですけど、僕はやっぱり右バッター派かな。なんかボールの待てるタイミングとかもやっぱり右バッターのがなんかより多く待ててるような気がしますね、勝手にですけど。やっぱり畠山選手の時とかもすっごいなんかボールをしっかり見れたなっていうのがあります。左バッターやっぱり難しいかな、あまり僕は好きじゃない。落ちるんじゃね。いいね、こういうヒットが打てるっていう時はね、大概調子いい時ですよ。動画1本ね、いや、カス当たりにもカス当たりですよね。てかすっごい投手戦、ヤクルト2安打しかできてないね。よーし、チャンス広げるよ。4番がチャンスを広げる、かっこいいね。カツオカーブ、カツオカーブってなんかカツオが90キロぐらいで走るからカツオカーブらしいですね。うわ、ダメか、走るとか泳ぐ。いやー、あれ完全捉えてるよね。打球が上がんなかったってやつですね。あれ高弾道だったら入ったかもね。いやー、先制されちゃってるし。よし、今度こそ、いや何もないです。バーネット出てきちゃったか。石川さんでよかったんじゃない。出る気しねー。似てるよね、バーネットめちゃくちゃ似てる気がする、フォームね。鳥谷さんいいね。さあ広げるよ。これが2球目。OK、スライダーもカットボールもあるからね、厄介だよね。ナックルカーブを持ってるっていう、僕の苦手な球種ほとんど持ち合わせてるっていうね、一番厄介で、スピードも速いっていう。フォアボールか、今日フォアボールが多かったね。1点ぐらい返せるべ。あちゃノーアウト1、2塁、完全にやられた。やはりこれが首位の戦いぶりって感じですね。こういう劣勢の場面でも勝ちを握るっていうのが今の阪神はできないみたいですね。くそ、どうやろう、石川選手と次はやっぱり小川選手とかかな。あと予想されるのは立山とか、あとはそうだね、ロマンとかは中継ぎかな。まあまあ予測してもね、結果は変わんないんですけど、あ、中山投手なんだ。中山対能見さん、面白いね。ストレートの球威が B ありながら127キロってことは相当スピンが効いてたりするのかな。難しいな、打てるといいですね。とりあえず2フォアボール1安打、まあ出だしとしては悪くはない感じですけど、ちょっと動画としてはね、見栄えが悪いですね。まあまあまあ、出塁率は高いですし、この調子でね、やっていきたいと思います。いやー、あのファーストへの渋い
フライがヒットになるあたりがね、面白いな。あんな初めて打ったかもしれませんね、今までで。ああ、それまた落ちるっていうのが面白いね。よし、やっていきましょう。真中監督すごいよね、本当に就任1年目で優勝っていうの。まあまあ、小川監督が、まあ、こんだけのものを作り上げてきたっていうのが大きかったんでしょうけどね。まあ、でもそれでも6位から1位までになったんだからね、褒めるべきでしょうね。よし、やっていこう。よし、ピンチ丸なんだ、かっこいいね。これ抜けるやろ。早いナイバーチ。いいね、金本さんらしい。左中間の。帰れなかったか。まあでも十分つなぎも果たした、打点も上げた、最高なんじゃないでしょうか。まあ分かったからね。お、いいね、幸先いいよ。このままずるずる失点しなかったらいいんですけど、結構ずるずる阪神失点するからね、まあ、この辺でまた突き放せたらベストですね。さあやっていこう。やっぱり鳥谷さんよく出てくれるよね。ありがたいことです。また牽制、走んないやろ。ホールドサインとほとんど出たことないからね。一塁牽制。いや、これ二塁とか言ってくれたらね、だいぶありがたいんですけど、まあ、そういうこともなかなかならないと。アンダースローでスライダーとかどうやって投げてるんだろうね。本当にアンダースローとか投げる人尊敬しますね。絶対無理だもんね。牧田選手とかすごいよね。あれ130キロぐらい投げるわけだろう。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。ちょっとスライダーかなと思って振りかけた。どうだ、落ちはせんか。おっと、落ちはせんかったね。鳥谷さんが思いっきり走っていくから落ちるんかなと思ったけど、いや、ボール球だったね。やられた。お、いいね、いい感じで得点重ねてるよ。よーし、2者連続ホームランといきましょうか。中山選手、結構スタミナもあるよね。まあ、今回は打たれ込まれてるからスタミナなくなってるけど、くぅー、うまいなー。ストライクからあんな甘いボール来たらそれは振りに行きますよね。へーい、ナイバーチ。今日は渋いヒットが多いですね。やっぱりスピリッツとパーフェクトだと、パーフェクトは甘いボールが来やすいっていうイメージやっぱりあるよね。今日はホームラン構成ですね。よし、いや、結構ヒットは出てるよ。あとはでかいの一発行きたいですね。あ、徳山だ。徳山、立山、結構球速いよね。いい能力だし、普通に。よし、ストレート狙いでいこう。1、2、3で出会い頭でホームラン打ちましょう。出たらスライダーとか来るんだろうな。いや、分かってるね。いや、さすがです。よし、もう来た球に狙いを絞りましょう。張らないよ。打ちました。いやー、うまいわ。それはそこのコース振りに行くし、そこのコースはなかなかヒットにならないよね。これぐらい回ってきそうですね。変えられるから。てか、一気にやっぱりズルズルと行くよね。ここは阪神のダメなとこなんですよね。中継ぎがしっかりしないっていうのはね。そこなんとかしてほしいな。よいしょ。さあ、秋山選手、これ出てくる場面かな。まあいいでしょう。これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、そんなピッチングをしてもらいたいですね。気迫のこもったピッチングに期待ありますね。あぶね、入ってた？ギリギリボールか。あれは振りに行かないとね。じゃあ、手が出た。よし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 。まあ、首位に1勝1敗っていうのはいいんじゃないかな。ここでね、勝ち越せればだいぶクライマックスシリーズも見えてくるんじゃないかな。できれば甲子園でやりたいよね。まあ、金本さんといえばやっぱり甲子園が似合ってるからね。まあ、そろそろそのシーズン中の動画っていうのも終わりますから、やっぱりどうしても CS っていうのは見たいよね。よーし、俊介にタメ口使われる金本さんのとこは嫌ですね。なんかわかんないけど。なんかわかんないけど今腹が立った。よし。俊介って結構いい年なんだね、そう考えると。小川選手か。あれ？調子普通になってなかった。よーし。薬使いましょうか。よし、薬使いましょう。いやー、これほんとね、役に立つよね、疲労回復。これで調子も上げれたら、調子が上げれるね。薬があったら最高なんですけどね。まあそういうのはないっていうことで、まあこれがあるからいいか。すごいね、この鍼灸師ってね。
あの調子も上げてくれて回復もさせてくれるっていうね、まあ、一石二鳥ってやつが本当に当てはまるような、ああ皆さんもきっとスタープレイヤーやってる方は重宝してるんじゃないかな。もうちょっとね、2016では絶不調の時にあそこまで能力が下がるようには設定しないでほしいかなとは思いますけどね。もちろんなんとかならないんかな、まあ、絶好調の時に能力が上がるっていうのはまあいいんですけど、絶不調の時もあまりにも選手の能力が下がりすぎる、あれはなんか選手の個性っていうのがなくなってるような気がしてね、僕はなんかあまり好きじゃないんですけど、ね、調子悪いながらも活躍する選手だっていくらでもいるんでね、そういうとこもうちょっといい感じはしますけど、とか今田君に追いつかれたね、ホームラン、やべこの辺で打ちてとか、今のボール雨、そう、だいたい初球変化球投げてこられた時って打てるんですけどね、ダメ、今日なんかアウトロー振ってしまう、やばいよ、よくないよ、よし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 、よく押さえてるね、2番目、最初2陣とか呼んでましたけどね、バカさがバレるってやつですね、よーし、いかんよ、アウトローは捨てよう、うん、打ちました。いやー最悪だ、走れセカンド送球、セカンドフォースアウト、なんかうまいこと料理されてる気がするな、うわーお、さすがに崩れるね、崩れ出したら止まんないもんね、阪神のピッチャー陣っていうのは。バッターボックスはよし、流れを変える一発を、もうここは一発狙いでいいでしょう、警察だとなってしまいました、牽制欲しいな今日はなんかイライラすべきですね、牽制に対して、よいしょ、最初は変化球できました、さあ行くべ、次が2球目、へい、変化球は決まりません、さあ真っ向い先行です、これ狙ってる時に限ってボール球が多いんですよね、そうか、警戒されたか、いやもうなんか野球じゃないみたいな感じで得点重ねられるね、まあ、小川くんでしょう、まだバッターボックス、あ変わってる、9個だって、9個の日本シリーズの柳田選手の抑え方ってのはかっこよかったよね、出てきたら絶対抑えてたもんね、うん、こういうなんていうのかな、素晴らしい球ですよね、セットアッパーいると頼しいよね、うん、阪神も誰か出てきてくれるとありがたいですね、出されたな、甘いボール来なかったね、なんか面白くない回だったな、もっとやれた気がする、まあまあちょっと大敗っていう感じでしたね、まあ1勝できてよかったかな、首位攻防でね、3連敗と2勝1敗じゃ1勝2敗は変わるでしょう、だいぶね、いやでもなんか悔しい回になっちゃったな、まあこの悔しさはね、山田くんホームラン越されたしやべえまあなんとかね、次の動画までにしっかりやっていきたいかなと思います。どうした、今日はいまいち乗り切れなかったな、あそう、そっか、3打数ノーヒットだったもんね、まあ調子が良くはなかったですね、まあまあまあ、次回もありますから次回楽しんでやっていきたいと思います。どうだろう、次回はあれかな、ベイスターズ戦になるのかな、はいどうも、儲かって真っ赤、はあ、こんなあの大阪弁使うし、僕大阪にいますけど聞いたことない、儲かって真っ赤みたいなね、もうちょっとなんとかならへんのかな次回はねこのベイスターズ戦取っていきたいと思います。まあ近いですけどね、まあ、ジャイアンツ戦なんとか調子戻しておきたいかなと思っております。それではご視聴ありがとうございました、また次回見ていただけたらと思います。それではソウスケでした、さよなら。